おすすめです。次にいただいたマスクをご紹介していきます。まずこちらの、ピュアスマイルのポイントバッグになります。こちらはもう開封してしまっているんですけど、ゼリーの香りのポイントバッグです。香りがすごくいいですね。こちらはブルーベリーのジェルバッグです。こちらは、こちらはいただいたものではなくて、私が可愛いなと思って買ったものなんですけど、抹茶の香りのキティちゃんのポイントバッグです。こちらは私がすごくすること